昨日告示された倉敷市長選挙は伊藤さん以外の届け出がなく無投票で5回目の当選が決まりました。倉敷市長選挙が無投票となるのは1967年に旧倉敷、小島、玉島の3つの市が合併して以降初めてです。一夜明けた午前9時過ぎ、公用車で登庁した伊藤市長は市役所の玄関前でおよそ100人の職員に出迎えられました。西日本豪雨で被災した真備町地区のハード面の対策はおおむね終了しましたが、ソフト面での対策やアフターコロナでの市内全体の観光振興など課題は山積しています。実際の災害の経験を踏まえたような、そういうこの訓練ということにお力を入れていくと、この全国各地での地震も増えてきているというふうに感じておりますので、そういうところにより力を入れていきたいというふうに思っております。伊藤市長の5期目の任期は来月19日から4年間です。